はい、えー、D2 メガテン、えー、D2 メガテンの方ですけれどもえっ、ー、と今はね記念召喚えっ、ー、とまあいろいろね召喚があるんですけども <laughs> こちらのねイベントをやってましてまああと <laughs>、まあ、あと2日なんですけどもこちらの邪神マダがねあの追加されたんでこれをね札で <laughs> 札でねあの当てようと思います。 まあね、札で当たることはほとんどないんですけど、まあね、50枚全部貯めました。イベントやってね。というわけで、早速チャレンジですよ。まあね、当たらんですけどね。まあ、外れなんじゃないのこれ。ということでね、どんどん、召喚していきますよ。うん。うん、まあ、いつもの。 <laughs> ゴミゴミゴンドモメゴミドモメもう星3しか出ないこのゲームがね一番ガチャ渋いですからね今までやった中ではこれから比べるとね本当に他のゲームが優しく見える外れ最初の10連は外れ <laughs> とりあえず引いていきますもうこれは外れなんじゃないの下下のあのガスバーナーが虹色にピカピカ光る時はねあのいいんですけどこう何もね無反応っていう時がね一番困るんですよ無反応ガスバーナーが無反応っていう時が一番困る うん、案の定星3しか出ないかカルマカルマにしかならないよああもう残り30連ですよ、うん、このガスバーナーがねこれ星4ですねうん下のガスバーナー次第なんですよ もう全然出ない <laughs>。うん。虹の、虹の稲妻出ない。細い稲妻なのにね、星5が出るってことは100、100%ありえないからね、そういう、そういう演出はない。星音。キングフロスト。うん。金箔体制。体制だけ。うん。 まあ死念になるだけですね。外れ。えっ、ー、と、キングフロストのみ。星4。もうあと20連ですよ。このゲームは天井をためるまではあのジェム使わない方がいいですからね。よーし。まだ、まだ来い。まだ来い。うーん。 星4か下のガスバーナーが星4だまあ虹の稲妻出てもね合体3であることが多いですからねこのゲームあ星4一番 <laughs> うん一番いらんやつじゃねこれ ああ、また星読んでた。うん孫悟空。マハラギ。プレスキマハラギとかね。どうしようもないね。バオちゃん。終わったわ。あと10連にかける。 あ,あと10連かせっかく50枚食べてもこれだもんな <laughs> うんあ下のガスバーナーがピカピカ光ってないもうおしまいだなもう見飽きた面々が <laughs> 見飽きた面々がこう出てくるだけですよ なんか事故合体事故とか起こんないのかなあーもうダメだ終わった<笑><笑>え結局星5は出ませんでしたうーんまだは出ませんでした えー、ということでね、惨敗、50連惨敗。うんこのゲームは本当に、ジェムを天井まで貯めた方がいい。頑張ればね、貯まるんですけどね。ああ、もう終わってしまった。あれ、どこだ一番。こんなところにあるな、一番。一番下に入れられてんだけど、まだ。 最近召喚が多すぎますからね、うん、まあいいやということでハズ